させていただいておりました。で実際に集金人として、各個別訪問でしたり、事業所取り次ぎなどをやっていたんですけれども、この NHK の委託会社に対して例えば何かミスがあったときに、営業局の方から、私が担当されていた局は首都圏営業推進センターでしたので、例えば首都圏営業推進センターの人から、出局ですとか、または会社に来ていただいて、そこで業務改善指示ですとか、そういったものが何か不正をした場合があるかなというふうに認識しているんですけれども、今の立花投手の話に照らし合わせていくと、このやはり契約書に受信機設置ビラを記載しない、もしそして月1回定例会というものがあるんですけれども、やはりその中でもこの設置ビラについては書かなくていいようなやっぱ指示指導を受けていたんですけれども、そこに対してその委託会社側にはそういう業務改善指示でしたりとか、そういったペナルティがあるのにもかかわらず、そのやっぱ NHK さん側にそのペナルティがないというのはちょっとどうなのかなというふうにちょっと疑問に思うんですけれども、どうでしょうか。監督責任って意味でしょ。そうですね、はい、そうですね。だから委託会社が悪いことをして委託会社を叱りつけるのは分かるんですが、はい、当然監督責任っていうのがあるから NHK さんのもうペナルティを課せないのおかしいんじゃないのかっていう趣旨ですね。謝ったことをした場合ですね、おっしゃる通り委託先というのは NHK からお仕事をお願いして、NHK と大抵は一体ですので、はい、それはちゃんとしたことができてなければ、それは NHK もきちっと改めるべきだというふうに思っています。あとはその例えば帳票を提出するときに、帳票契約書のことですね、契約書を提出するときに受信機設置欄が書いてないというのは結構あるかなというふうに思うんですけれども、例えば大会業務とかそういったことについてナビタとかって普段ご覧になられます？ナビタの情報とか。ご覧になられます？例えばその長期未就社に対してそのナビタの表示にですね、例えばお客様の今はもうなくなりましたけれども、昔は例えば再開業務については例えばじゃあ瑞穂銀行何々支店とかいう口座情報が載ってたと思う、今それ消えましたよね、はい、で要はそれが消えたからお客様のメモとして集金人が独断で、例えばその人の個人情報を書いて要は再開業務につなげれているというようなこともずっと続いているかなというふうに思うんですけど、そこについてその本来その支払うべき受信料について、受信料をチャラにするからとか、免除するからとか、そういった集金人が取り次ぎをしていることについてはご存知ですか？それは本来すべきでないと思いますので、はい、でそれでかつその例えばお客様の方から、NHK さんにクレームが来るとするじゃないですか。でそうすると NHK はその各委託会社に FOX っていうものを送りますよね。連絡をします、はい、そうですよね。例えばそのお客様からどういうクレームが来たとか、取り次ぎ者が誰なのかっていうのを確認すると思うんですけど、その中で例えばお客様からのクレームとして受信料をもうチャラにするとか免除するとか言われたのに請求書が送られてくるのはなんでだっていうふうに、そういう一定の情報が集まっているのにかかわらず、その NHK さんとしてその委託会社に対してその今まで僕が在籍した時もそうですけれども、やっぱ指示指導がなかったんですよね。やっぱそれっていうのはどういう見解をお持ちなのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなっていうのがあります。もしお客様の方からご連絡があればコールセンターの方に入るようになっておりますので、はい、コールセンターに入ったところについては各担当のところに連絡が行きまして、まずは事実確認をちゃんとするということから始めています。で実際に訪問したものを訪問された方というのはその方しかなかなか状況がわからないところもあるので、まずその方にきちんと状況を確認をして、で、それについてはその上司の方から聞いていただく場合もあればですね、こちらちょっとしてちゃんとこちら NHK を確認しなきゃいけないなということであれば NHK を確認してですね、で指導はしているつもりなんですけれども、そういったところが行き届いてなかったということですか？そうですね、私先ほど言ったように1年半役勤めていて、実際にそのお客様からクレームが入って、例えばお客様が言ってることと集金人が言ってることって応募にして噛み合わないと思うんですよね。そのお客様が言ってることがおそらく事実であろうに、ただ一方で集金人がやはり自分が
その契約をやっぱその取り消しされたくないからっていうので、NHK さんに対して、やっぱその虚偽の申告をしているケースっていうのは、本当にもう往々にしてあるんですね。それをやはりその NHK さん、そのお客さんを取らずに、集金人の意見を取ってしまう。で、かつ、さっき言ったように、ナビタンとかに、この人は災害業務で、この銀行を持ってるからっていうような、誘導的なものを、文言を書いてることによって、ずっとその支払わなくていいっていうサイクルが続いちゃってるっていうのが、いまだにその現状としてあるので、そこについては、その一度ナビタンなどをご覧になられて、そういう災害長期未収者に対してのお客様のメモをご覧になられた方がいいのではないかなというふうに思います。必ず集金にそこに個別メモとして、託するところが左手にあると思うんですけど、そこを3個ぐらいメモするとかありますよね。でそこに必ずそういうの書いてあるので、だそういうので、例えばじゃあずっともう調味のループを続けているですとか、そういったことに対して、そのなぜ NHK さんはそれ疑問に思わないのかなっていう単純な質問なんですけど、そういった事実があるのかどうかもちょっと事実を確認しなきゃいけない、はい、今契約、新規の契約の後に電話されてますよね、契約した人に。あ、そうですね、確認の電話されてますよね、はい、でその衛星契約の場合と地上契約って具体的な確認方法って出してます？なんかその例えばリモコンを見たとか、画面テレビ画面を見てもらうとか、そういう具体的な確認方法っていうのは NHK としては指示してないんですかね？そうですね、まあ、もちろん衛星契約なのか地上契約なのかについて、電話の時に衛星契約とか地上契約の確認をされるんですよね。そうですね、電話の時の前に、まあ、何て言いますか、お客様とご対応する際に、まあ、まず一番最初に、はい、最初にやってますよね。でその後すぐ電話かかってきて、うちの家宅では衛星放送が映る、まあ、衛星契約の場合は衛星放送が映るということでよろしいですよねみたいな電話をされるわけですよね。ではないんですか？そういうことはない。はい、そのことについてはすみません、承知しているんですけども、はい、中身についてまでは承知されてない。ちょっとこの場で、はい、あ、いや大丈夫です。衛星契約と地上契約については具体的にリモコンをチェックするとか、リモコンに BS ボタンがあるかどうかとかね、テレビ画面で BS って押してもらったらとか、まあ、共同アンテナ、はい、そうです、マンションなどだったらとか、ケーブルテレビって具体的なやつがいっぱいあると思うんですけど、そうですね、それはご契約をいただく際にはそういったことを確認するように確認ありますよね。 NHK さんとしては衛星か地上かについては具体的な確認方法っていうのを何件かご存知ですよね、もちろん。そうですね、はい、そ, でそれと同じように受信機の設置日の具体的な確認方法って何かお持ちじゃないんですか？こうやって受信機の設置日は確認するんだよみたいな委託会社にそういう指示は出してないんですか？これ非常に重要な問題なんで、はい、NHK さん自身が受信機の設置日を確認するように言うときに具体的な指示を出してるんだったら、その NHK さんの言い分分かりますよ。委託会社がそれを懈怠した、いわゆるサボったってなるんですけど、指示してなければ、はい、あ、そうですね、基本はそのお客様の方から、まあ、設置をお持ちいただくというふうに思っている中で、はい、まあ、例えば分かりませんとか、はい、起こりませんというふうに言われたときに、このような形で確認してくださいというのは、そうですよね、はい、だからどのような形で確認してもらうんですかっていう指示は出してないんですか、具体的な。そうです、お客様にやはり お尋ねするしかないので、まあ、だから聞くのは分かるんですよ、テレビ設置してるのが分からない、住民票取ってくださいとか、契約ここのお家にいつお家を買ったとか、いわゆるお家に入った証拠ってありますよね。賃貸だったら賃貸契約、テレビを買ったら保証書ってありますよね。そういうもので確認するようにという指導をされてるかされていないかだけ教えてください。してないんですよね。だから設置日に対してはお客様の申告であって、でお客様が正しく申告しても、ここから住んでるよって言っても、いや今日からでいいですっていうのは委託会社に責任がありますか、 NHK さんに責任がありますか、どっちに責任があると思います？今日からでいいですよっていうのは言わないようには指導してるのは知ってるんですよ、はい、受信機の設置日を書かなくていいですよって指導されてませんか？それは指導されてらっしゃらない。それは指導してないです。書かなくていいということに
はい、夜書かなければ契約日が受信機の設置日になるから書かないようにっていう指導はされてない。それはされてないですね。それは分かる、されてないのは分かります。すると問題があるから。ただ確認の方法をどうして言わないんですか。だって委託会社の人って素人なわけですよね。初めて入ってくるわけですから。受信機の設置日ってすごい大事なんですよ。その受信機の設置日から受信料払ってもらわなきゃいけないから、お客様には必ず申告してもらうように言ってくださいね。その時にお客様もよくわからないよって言った時には、あ、ここいつからお住まいですか、住民票の控えとかお持ちじゃないですか、テレビの保証書お持ちじゃないですか、電気やガスはいつ契約されてますか、通帳を見たらわかりませんか。受信機の設置日っていくらでも確認のしようがあると思うんですよ。その具体例を委託会社に言っているのかいないのかっていうと、教えてないっていうことですよね。てないですよね。これでも裁判の時には住民票取り寄せてらっしゃいますよ、 NHK さん。裁判の時には住民票取り寄せてらっしゃいますよ、弁護士さんがね。あの、なぜここまでしつこく聞いてるかっていうと、具体的な例があるからですよ。今年の5月に3年前から住んでます、3年前からテレビ設置しますって言ってるのに、今日からいいですっていう具体的に言ってる委託会社の人がいるんですよ。別に会社名で言ってもいいですけど、まあ、一番最大手ですよ。それ事例がもう契約書もテープも残ってますから、それちょっと処分っていうか対応していただいて返答いただけますか。それは無理ですか。いわゆるどういう対応したのかっていうのをご報告いただくことは無理ですか。だって放送法64条2項違反ですよ、おそらくね。いや違うんだったら違うでいいんですけど、だって僕3年前からテレビ置いてますって自白してるんですよ。でも今日からでいいですって言ってるんですよ。処分しなきゃいけないんじゃないんですか。しなくていいんですね。あの、そこで首かしげるっていうことは、そうですね、ちょっとわからない中で何度も、いやだから今事実関係があるかないかを言ってるんじゃなくて、そういう事実があるとしたら処分をしなきゃいけないですよねって言ってるんですよ。事実があるかないかを争ってるんじゃなくて、その事実があった場合には処分をされて、その処分内容を教えていただけるんですか。そもそもそんな事実がなければそんな事実ありませんで終わりですけど、こちらは完璧な事実を出すと言っているので、その事実があるという前提でお答えいただけないですか。ちょっと家庭の中で分かりました。じゃあ早速ちょっと証拠取れる、持ってこれないか。まあいいよね。じゃあ、あの、その、あの、書き起こしやすいと思うんで、それを渡ししてどうされるのかをまたご回答いただけます。回答しませんでもいいですし、回答しないという回答で結構ですよ。持ち帰ります、うん、持ち帰って、はい、で、ね、あの、逆に、あの、私、その F さんの方に渡したらいいですか。その証拠、契約書のコピーとその録音したものと翻訳したものですね、それをじゃあお渡しして、またご回答いただくということで。